キサメのよこした情報によると、ここにナルト君がいるらしいが、さて。ん？いや、目が覚めたかい？てめえは誰だ？僕は薬師カブト。わけあって君にはこっちに帰ってきてもらった。帰ってきた？ああ、そういうことか。へっ、ひょろひょろの割にやるじゃねえか。うん、理解が早くて助かるよ。まあ助かったのはオイラも同じだ。なんせ一度は終わった究極芸術の道をもう一度極め直すことができるんだからな。うん。で、それはそうと、ここにオイラを呼び出した理由は何だ？いや、実はこの島、ここに8尾と9尾がいてね、その2人を捕まえるのに協力してほしいんだよ。9尾ってことはナルトのやつか。ただまだ正確な居場所をつかめてない上に、どうにも厄介な忍びが近くまで。デダニ！ここまでタイミングがいいと狙ってるとしか思えないね。なるほどな、確かに厄介な顔だ。やっぱり本物のデータラ兄だ。てめえら二人がいるってことは。久しぶりじゃな、データラ。やっぱ嫌がるか。よく僕たちの行動を察知できましたね。キサメと言ったか。奴の侵入情報を耳にしてな、その時こそ殲滅はなったそうだが、どうにも嫌な胸騒ぎがしてならんかった。もし奴が情報を流すことに成功していたら、万が一の場合を考え、わしらは見張りに回ったんじゃ。なるほど、さすがは土影、素晴らしい勘をお持ちだ。けっ、無駄に長生きしているせいで、そういうとこだけ妙に鋭いぜ。うん、っていうか、なんで派手に爆死したはずなのに、なんで生きてるの？本当は死んでなかったダニか？はっ、これは江戸転生とかいう術で生き返ったように見えるだけじゃぜ。まったく死んでまで迷惑かけおって。うるせえ！死のうが死ぬまいが、てめえはオイラの芸術をいつもバカにしやがった天敵だ。ここでようやく恨みを晴らせるってもんだ。うん。さて、さっきの話の続きですが、デイダラ、君は。言わなくても分かってんよ。奴らはオイラが相手してやる。寝起きにはちょうどいい体操だ。うん。ではその人たちはお願いします。僕は人中力の捜索に集中しますので。ああ、けどな、ナルトは取っとけよ。あいつはオイラが始末するからよ。わかりました。ってわけだ。あいつを追いかけるにゃ、オイラを倒すしかねえぜ。死んでなおわしの邪魔をするとは、お前のバカさ加減には呆れたぞ。あ？デイダラ、わしの恐ろしさを忘れたわけじゃねえだろう。けっ、てめえの方こそな、オイラをいつまでも昔のままだと思ってると痛い目見るぜ。黒土、赤土、あの青二歳を一気に潰す。わしに続け。戦闘開始！オイラの相手になられよ。うん、超高温なデイダラ、まるで負け犬のようじゃぜ。な、どこだ！ほら、腰を痛みなど、とうに消えてしまったわ。どうするって割にやりやがり。お前たちの仕上げ様だに。
やつはもう昔のデンタラではない。女王を手に出すなよ。芸術家ってのは孤独だ。悟りは縛られねえんだよ、あれはもう別人だに。油断するとワイたちも危ないだによ。行くのかかってるよ。ちくしょう。あんなやつか。所詮お前のやっていることは何でも大遊びじゃぜ。遊びおいらの芸術をなめんじゃねえぞ。やっだったら相応の力を見せてみせ。もらったぞ。おいおい、前世紀よりも強くなってんじゃねえか。大口叩いてこの程度だ。情けない奴め。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。とどめじゃぜ。勝負あり。死してなおわしに負けるか。よくもわしに挑めたものだ。いくら強がったところでわしには到底及ばん。何言ってやがる。本番はこっから。ん？黒土がいねえ。今頃気づくとはな。やはりお前は青二歳じゃぜ。てめえ、そろそろ遊びは終わりじゃぜ、デイダラ。そりゃこっちのセリフだ。うん。